皆さんこんにちは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。今日はですね、8月の11日山の日ですね。お休みの方も多いかと思うんですけれども、お仕事を頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、働きすぎには十分気をつけてくださいね。体あってのなんとかって言いますんでね、しっかり代わりに、お休みの日は休まれるようにしてください。ということで、私もですね、今日は一日汗ばむぐらい家の洗濯とかですね、布団を干したりとか片付けとか、猫のメンテナンス、快適に生活できるようにね、いろいろ工夫してあげたりとかっていうのをやりながら、ちょっと汗ばんでたところなんですけども、時間ももう夕方になってきたんでですね、ちょっと今晩の夕食、明日のお弁当のおかずとかをですね、買いに、スーパーまで行こうかなと思って今出てきたところです。今日はですね、久しぶりにソニカの話題をお伝えしたいと思います。実はですね、7月の下旬、退院した後なんですけれどね、もうスタッドレスがさすがにちょっとね、この気温でスタッドレス履いてたらっていうのもあったし、左前輪がね、やっぱりね、片べりしてたのもあったんで、ちょっともうそろそろこれはタイヤ変えなきゃなと思って、とりあえず15インチの夏タイヤ、ブルーアースだったかな、をつけてたんですね。ソニカを購入した時についてた、ちょっと古めのタイヤなんですけれども、まあ、1ヶ月、2ヶ月はそれでいいだろうと思って履いてたんですけれども、なんかですね、やたらですね、お腹をするんですよ。こう道路沿いにある施設に歩道をまたいで入っていくときに、ちょっと段差のあるとこだとガサッとフロントリップを吸ったりとか、駐車場のパレットから、道路に降りていくときに前が降りて、その時はフロントリップすらないんですけれども、後輪が降りる直前で、前輪と後輪の間のお腹、多分パフォーマンスロッドのあたりだと思うんですけど、そこをカサッて吸ったりとか、っていうのもあって、まあ、車高調にしてからね、15インチだとちょっとね、車高調は割と上げ気味にセットはしつつもですね、もともとの車高調の仕様なのか、結構ね、前はもうちょっと上げれるんですけど、後ろは頑張って結構上げてるんですけど、割と低めの車高なんですよね。ということもあって、これ以上車高調もちょっと上に上げるのは、前輪はちょっと余裕があるんですけど、後ろはちょっといっぱいいっぱいかなというところで、15インチのタイヤをそのまま履かせるのもありだけど、ちょっと15インチなと思ってたんですよ。でふとね、ダイハツ純正の16インチ、まあ、ムーブとかが16インチかな、だいたいムーブとかコペンあるのかな、ぐらいが、まあ、16インチだと思うんですけども、ですね、それで調べてると15インチの純正ホイール、それにタイヤの組み合わせより、ダイハツ純正の16インチホイールに新品のタイヤっていう組み合わせの方が、どうもね、サイトを見てても割安なような気がしてきたんですね。で実際に書き留めてこと細かにね、調べていくと、やっぱね、16インチの方がね、流通量が少ないせいか割安な価格設定にやっぱなってるなっていうことに気がつきまして、まあ、以前私タイヤはね15インチで変えたいっていうふうにお伝えしてたんですけれども、ここはねちょっと急遽、まあ、タイヤ早めに変えなきゃいけないっていうこともあったし、とりあえずその歩道を乗り上げて施設にこう入っていったりするときとか、ちょっとねガサガサっていう下回りを擦るのが気になってたんで、まあ一旦ちょっと16インチ履いてみるかなと思って、16インチを購入してみました。ダイハツ純正のムーブ用の16インチに、多分ウィンランっていうタイヤですか、中国製ですかね。まあ、今回ね、緊急というか、まあ、タイヤはね、こだわらなかったんですよ。値段重視で、しばらくの間走れればいいかなっていうところで、
ましてや16インチなので、そのマッチングの問題もね、問題があったりするとタイヤにこだわってもなと思ったんで、取り急ぎの組み合わせで安いものを見つけて買いました。4輪新品のタイヤで3万円ぐらいでしたね。でこれがですね、思いのほか良かったんですよ。でね、まず逆にね、デメリットのところからいくと、もう月火水と、昨日まで3日間仕事で使ってみてもう慣れてきたんですけれども、まずはねやっぱりタイヤそのものを持った時にはあまり重さ16インチの方が重いなっていう感じはなかったんですけれども、実際につけて走ってみると、車の転がり出しがちょっと重いかなっていう感じはしました。15インチよりも、車の動き出しがちょっと重めですね。でもまあもう今は全然気にならないレベルです。それと次がですね、一時停止の停止線なんかでピタッと止まるような時にはちょっと15インチの時よりもしっかりとブレーキを踏んであげないとちょっとね、線を行き過ぎてしまうような感覚はありました。でその2つでしょ、転がりが悪いこと、それからちょっと止まりにくいような感じがすること、あとはですね、16インチは15インチのサイズと比べて、15インチがね165-55-15で、563mm だったかな、 56.3 ところが、ですね、16インチ165-50-16は、57.1 なのかな、その差7ミリなんですけれども、まあ、7ミリ直径が大きくなったっていうところなんですが、若干ねハイヤードになっているのか、ハイギヤードはちょっとメリットの方でお話しますね。でその差直径は7ミリにもかかわらず、フロントタイヤがちょっとバンプした時なんかはちょっとインナーフェンダーにチッてするぐらいな感じはあります。まあ、これはね、フロントはまだ車高調に余裕があるんで、3ミリ5ミリちょっと、車高を上げて回避できるかと思うんですけれども、まあデメリットはその3点ぐらいですかね。ちょっとバンプするとインナーフェンダーにちょっと干渉するのと、ちょっと止まりにくいところ、それから動き出しがちょっと遅いって感じたこと、まあそれもね、3日ぐらい乗ったらもうほとんど気にならないレベルですけどね。でね、効果が大きかったのが、メリットの方なんですよ。その7ミリ直径が大きくなったことで、まずですね、ソニカはロングホイールベース、K の割にはしっかりとロングホイールベースなんですけども、そのメリットを最大限に生かしているような、そのフラットライド感がねすごく増しました。うねってるアスファルトやデコボコのあるアスファルトを15インチの時よりもかなりですね、こうしなやかに走る感じ。まあ実際はね、もう15万キロ走ってる車なんで、バタバタしたりステアリング楽がガタガタ言ったりっていうのはあるんですけれども、15日の時よりもちょっと上質な感じになりましたね。それが1点。それから、その同じく直径が7ミリ大きくなったことで、ドライブレンジと S レンジのこの隅分けが非常に滑らかになりました。具体的に言うとですね、山坂道では S ドライブで結構 S ドライブに入れっぱなしで走れるようになりましたね。今まではどうしても S だとガガガガエンジン引っ張ってうるさいので、すぐドライブに入れたり S に入れたりってことやってたんですけど、もう登り始めて降りるところまで、降り始めの途中までもう S ドライブで行けちゃうような感じです。 S ドライブの守備範囲が広がった感じですね。かといってエンブレの効きが悪いわけじゃないので、非常に D と S の住み分けが良くなった、滑らかになった感じがします。それからですね、15インチの時に比べて、60キロ前後の時のスピードメーターの誤差、ここにある GPS のスピードメーターとメーターのスピードの誤差が16インチの方がですね、ほぼ気にならないぐらいまで、差が少なくなってきましたね。なのでまあズレが生じない分、運転はちょっとしやすくなったかなという感じですね。今日サムネでね、今日新しく付けている16インチの写真は載せたいと思いますけれども、
私みたいにね、こうじわーっと走るタイプの人には、この16インチ純正の、タイヤっていうのは結構いい面もあると思います。まあ、無理くりね16インチに大きいものにしていく必要はないかなと思うんですけれども、当初ね毛嫌いしていた、まあ、14、15インチが標準のソニカに対して16インチはちょっとやりすぎかなっていう嫌いもあって15インチにそのままするつもりでいたんですけれども、まあね、車庫調の余波というかお腹をガリ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 吸ってたので、ちょっといったものは試しに16インチに上げてみたという感じで、メリットデメリットは今のところそんな感じです。まあまだね、先週の日曜日に装着をして月火水と、3日しか走ってませんので、今後しばらく様子を見て、そうですね、灯印を少し取り直して、それからフロントだけ車庫調を3ミリか5ミリ上げて、しばらく様子を見ていきたいというふうに思っています。さて、それではちょっとお買い物していきたいと思います。またね、次はねちょっと腎臓系のお話したいかなと思いますので、今日は間に挟んでソニカのテーマを一旦お送りしました。どうぞ皆さん今日は山の日、良い休日をお過ごしください。それではまたね。キープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。バイバイ。